皆さん、こんにちは。おごめーん。大分の高っ親方です。今回はですね、なんと珍しい映画の話題をご案内いたします。まあ、正直、本当映画に全くが興味ない私ですが、今回、どうしても見たい映画がございました。そして、まあ、急遽ですけれども、一人で映画館に行って映画を見てまいりました。ですね、今回、ね、ご紹介いたしますのは、 あの頃という映画の、えー、話題でございます。まあ、どのようなストーリーなのかとかですね、感想についてはこの後語りますので、えーまあ、今回ですね、その映画のことやですね、あと加えて後半は、まあ私が一人でですね、久々に映画館行って、まあ驚いたこととかですね、まあそういうエピソードを語りますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。 まずはじめに映画あの頃とは、まあ、簡単にどのようなストーリーかご紹介をいたします。こちらはですね、あの、鶴木さんという方のですね、えー、自伝的コミックエッセイ、あの頃男子かしまし物語という、まあ、エッセイがございまして、それが映画化されるものでございます。 これはあの結構ハロープロのですね、あのファンの中では伝説的な、えー、お話でして、実際にこのまあ主人公鶴木さん出てきますけれども、まああの松浦さんとの出会いをきっかけに、こうハロープロのアイドルとですね、そしてそのオタクの仲間と出会っていくというストーリーでございます。まああの頃の後のですね、この丸ですね、句点、これもモーニング娘。丸と同じですし、この男子貸しまし物語、 元々はモーニング娘。にですね、女子かしまし物語という、まあ、歌がございます。まあ、メンバーの紹介の、え、歌ですけれども、もう、この、ハロー、おたにはですね、このタイトルだけでも、あって、こう、ハッとするもの、共感するものがございます。そしてですね、実際にこの、まあ、これからですね、キャストを次に紹介しますけど、その、ハロープロジェクトのオタクとの仲間との青春ストーリーでございます。 続きまして、キャストですけども、主役は剣さんということで、松坂桃李くんがですね、えー、主演ということで、まあ非常に話題になっております。もう楽しみでした、私も。どんなこのオタクのキャラを演じられるのか、この思い出を振り返ってですね、あの、まああの、松浦綾さんの、まあ、ファンの役ということで、松坂さん自身はもう二つ返事で、 とととといいううここでで演じられたということですそしてですね、こちらに横に出ておりますけども、まあ、主にですね、この後5人の、えー、まあ、この後どんどん、その後以外にもいるんですけれども、えー、まあ、オタクのですね、ハロープロ大好きなオタク、もう沼にハマっている方とですね、出会っていくわけです。この中でも特に注目なのがですね、えー、コズミンという役をやってますね。中野さんのこの役、これ見どころです。あの、まあ、展開上のその、 キーパーソンになる人物です。もう正直途中から彼の物語、彼の主人公に、ではないかなというふうに思うぐらい、えー、重要な役ですし、そして中野さん本当これ難しい、かなり個性派な役なんですけれども、最後までですね、しっかり演じられておりました。で、もう一人ですね、注目は、えー、そのね、あの、まあ、ハロータのきっかけとなる、松浦綾さん役にですね、あの、ビヨーンズの山崎ゆはねちゃんが、 えー、登場します。まあ、正直、この映画の、まあ、一番の私目的は、この、あやや役のですね、えー、ま、山崎、えー、者弟、めいちゃんがね、二人パンダさんパワーですけども、えー、ビヨンズの山崎ゆはねちゃんが出てくるということで、まあね、どんな感じなのか、えー、次ね、あの、現役のハロプロメンバーが映画に登場するこということで、まあ、今回注目しています。以上が主なキャストでございます。 続きまして、まあ、あくまでもですね、この映画を見て、まあ、個人的な感想や、まあ、ここを見どころだよというところを、まあ、簡単にご紹介いたします。まあ、あくまでもデトバレはないようにはしているつもりではございます。まずですね、やはりもともとコミックのですね、面白い、あの、自伝的なエッセイから始まっておりますので、基本的にはま、コメディ主体、2004年のですね、大阪、 がスタートで、そっからですね、どんどんこう時間が重なっていくんですけれども、まあ基本的には面白いお笑い路線できて、で、ただ終盤はこう、ちょっとジーンとくるような展開になります。まあちょっと正直申し訳ないんですが、私が本当にね、映画とか漫画とかこう見ない、本当国語が苦手な、えー、私ですから、まあもしかしたらずれてるかもしれないですし、自信はないのですが、まあ多分おそらくこういう路線っていうのは、まあ割と一般的に ある路線ではないでしょうか。で、今回ですね、まあ、その、思った感想ですね。まず一つがですね、これは、ハロープロジェクトのオタクあるあるというか、まあ、このハローターの方には、やはり、馴染みがある、共感するな、というところが、随所にございます。以下のキーワード、もし、あの、事前にですね、まだ見られてない方、多いと思いますので、もしご、ご興味ある方、あの、このですね、 今から申し上げるものを、えー、確認ですね。予習されると面白いかもしれませんね。まず、えー、松浦彩ちゃんですね。まあ、彩ですけれども。ね、あの、彼女はもうあの余談ですけど、まあ、わに私、くしと同世代と言いますか、同い年ですし、もうあの、私が中学が高校になる時に、もかなりこう、もうプッシュされてましたね。私、あの、もう当時モーニング娘。の矢口まりさん推しでしたけど、矢口ちゃんのこの夜中のラジオで、とにかく松浦彩ちゃんの ですね。ラブメール、ほんと何回も流れてて、ヘビロと咲いてた思いがございます。まあ、この松浦愛というのが、えー、ある意味、このハロプロのね、小谷ニ、えー、木さんがですね、えー、ハマっていくきっかけとなります。で、その他にもですね、このハロ沼ですね、という、まあ、これ言葉は出てきないんですけれども、ハロプロにの、に取り込みになったら、こんな感じあるよなって、このハロプロ、ハロ沼という感覚、 が出てきますし、あと啓蒙や普及っていうのも出てきます。そしてね、あの、青い封筒、皆さんご存知でしょうかまあ、あの、ハロープロジェクトのファンクラブ、まあ、アップフロント事務所のですね、えー、から送られてくる通知が大体青い封筒で来るのが定番です。もう我が家にもしょっちゅう来ます。とかですね、やはりこう、握手会が出てきますし、 この恋 ing、これモーニング娘。まあ、伝説の曲と言われておりますけれども、えこの曲は、ね、ぜひ、あの、皆さん覚えてください。あの、本当キーソングと言いますか、この曲もですね、その展開で結構出てきます。まあ、余談ですけど、私は申し訳ないんですが、この曲は、あの、私予習してなくて今回見ましたので、ちょっともったいないことしてるかなと、ね、感じました。まあ、これから行かれる方はこの恋 ing という曲、えー、ですね、 もし聴いていかれると、より一層、あ、この曲かっていう、楽しめるかなというふうに感じております。で、続きまして、これ、まあ全体を通じてですけれども、これは本当に私個人の考えですけれども、これどちらかといえば、こう、男性向けの映画というか、男性は結構共感できるかなというふうに私は思っています。というのも、まあもともと、これはもう、ハロー、オタのですね、特に、まあ男のですね、 まあ仲間、男の友情がまあメインでして、こうなんかわかりますよね。こう男同士のつながり、こう野郎が集まると、あ、こんなノリとかこんなことあるなっていうのはよく感じます。ね、例えばこう、ちょっと調子乗って、ね、言うことも聞かずにこう、トラブルメーカーになるとかですね。あと、まあ正直これ映画見る中で、まあご注意というか、まあ私は好きなんですけれども、結構下ネタが多いです。 私は大好きなんですけれども、えー、まあ、本当にこの男子の乗り子、男子の青春とか、男子の友情の仲間っていうのは、ああこんな感じだよな俺らもそんな感じあるよなと。多分この、他の分野、例えばね、バスケットの仲間とか、で、あの、ゴルフの仲間とか、こう、ね、いろんな趣味でね、男同士つながりますけど、こあー、焦げんやつおるなとかいうのはよく感じますね。で、さらにですね、これ、ま、あくまでもその、青春と時間ということで、えー、その、まあ、 今回ですと、そのハラープロジェクトというアイドルのに青春を掲げた男たちの物語で、それがあの、先ほどご紹介しましたが、時系列でこう、ずっと振り返る。まさにあの頃、過去を振り返りながらこう、2004年からスタートして2005年、2009年とどんどんですね、話が進んでいって、さあどういう展開になるのか、ですね、こういうまあ私個人的にはですね、この青春って 楽しい時間があって、そしてこう過去あの頃があったよなとか、その時を超えて思い出すシーンとかいうのは結構私はジーンとくるタイプですし、ね。まあそういう人生そういうもんなんですね。あの頃があって、あの頃があって、今がある。で、今も将来のあの頃になるから、ね、今を大事にしようとか、今が一番楽しいんだよっていう、まあ、こう気持ちは結構、えー、共感するところはございます。でですね、この、で、一つ私がポイントとか、楽しみの一つに挙げていた。 ですね。松浦綾綾役の山崎ゆはねちゃんでございますけれども。もともとですね、その、まあ、ハロ、オタの会話とか、ハロプロの会話では、この山崎ゆはねちゃんは、松浦綾二世だというふうにも言われております。あの、なんか、ビジュアルとですね、その、歌声も、まあ、割と結構、あややに似ているな、もう、ハロプロのエース格だと。 いうふうにね、言われれておりますけれども正直個人的にはですね、ヨハネちゃんそんな別にあやや似てないなと私は思ってました。ただ昨年の夏、まあ、一つソロフェスというですね、えー、一人ずつパフォーマンスするイベントの中で確か、ヨハネちゃんはこう、あややの歌を歌われたんですけれども、まあ、確かに歌声はこう似てるなと、本当歌がうまい、声量もある。 で、可愛らしさもあるというところは、似ているなと感じましたし、今回実際劇中に、あやや役で出てきます。で、あのー、実際これ見ると、あの、かなりあややに乗せてます。というか、マイケンさんにも、マイケンってあの、野球じゃなくて前田健あのですね、ちょっとお亡くなりになりましたけども、あややのモノマネをされていた、マイケンさんにもちょっと似てる感じで、あと髪型とかメイクとか衣装、全部完全にもあややに乗せてますので、 さあ、どの場面で、あややが出てくるかお楽しみに。結構、良い場面とか、面白い場面につながるところで、こう、おたとした共感ができる場面で登場します。ただね、正直ね、もうちょっと、私は出演時間があると思ってました。もうちょっとね、出てほしかったというのもありますけれども、ただこの現役メンバーで、まあ、あやや2世と呼ばれている、山崎ゆはねちゃんが、こうして、まあ、大先輩、松浦あやさんの、 ですね。役でキャストで出たということは非常に尊いですね。まあ余談ですけれども、あの写真ありますけれども、あややのまあ2というアルバムを実際劇中というか、えー、映画の中では登場しますが、私のあの家のロビーリビングのパソコンの上にまだちゃんとアルバムが残ってます。ね。やっぱり青春っていうのは色あせません。最後にですね、まああの、映画の、まあ今回そのあの頃はの映画とは別に、まあ私が本当に久々に まあ、一人で、急遽、映画館に行ったわけでございます。まあ、その中で、こう、映画館でのエピソード、結構驚いたなという、エピソードを、えー、いくつかご紹介いたします。えー、まずですね、あのー、本当私、映画というのが、まあ、ほん、まあ、一つ興味がなくて、これまで過ごしてきました。で、こう、なんかずっとこう、いまいちのめり込めないというか、まあ、ドラマや漫画も実際そうなんですけれども、まあ、例えばテレビ見るときも、どちらかといえば、まあ、ま、クイズ番組とか、旅番組とか、 こう、ちょっと、自分の中でこう、自分で頭を動かしたりとか、自分も参加してるなという感覚になる番組の方が好きなんですけれども、というとまた、語弊があるというか、実際漫画や映画だってそういうね、文学の世界の中にのめり込めるかどうかっていうところなんですけれど、ちょっと私自身はそれがなかなかないまま、現状育ってきている状況でございます。まあですから、まあ、なかなか映画を見に行くっていう、まあ趣味もなく、 映画館に行くということも人生で4回5回あるかないかでございますね。えー、まあ、実際映画館自体はですね、実はあの2019年の秋にですね、一度行っております。割と最近です。ただこの時はそのまあ映画というよりかは、あの、水泡どうでしょうのイベントのライブビューイングに行ったということなので、まあちょっとその、 例えば制作の物語であるとか、そういう系の映画ではなかったというところですね。本当にじゃあその映画作品作られた、例えばフィクションであるとかですね、一般的な映画を見に行ったとなると、もうこれ25年ぐらい前ですね、あの、小学校3、4年生ぐらいに、まあ、学校の階段という、えー、映画がありまして、まあ2年連続行ったんですけれども、えー、世の中はですね、そ映画館行くと、えー、千と千尋の神隠しで、 小打の列になってる脇を家族はあの、私たち家族は抜けて学校の階段に行ったんですね。まあ学校の階段もほぼ満席ですし、かなり人気のですね、映画作品。もう4作目まで確か行ったはずです。だってまあ、小学校生が95、96年の話ですから、もう本当に25年ぐらい前なんですよね。だから本当に映画館に行こうとなかったので、まあ、で、たまたまその、ハロプロの話題ということで、まあ、あの頃、今回、 ふと、今日、あ、そういえば今日、はい、公開日だったよなということで、まあちょっと急いで急遽、まあ豪華夕方休みだったので、えー、映画館にポッと行って予約していきました。ね。そしてですね、あの、まあ映画館本当に私仕組みがわからないもので、えー、基本的にはですね、今回東方シネマズさんにお邪魔いたしました。東方シネマズさんの場合は、その、要はシアターのですね、部屋に入る、シアタールームに入る時間が大体開演の10分前だそうですね。 実際に他の映画、例えば今、鬼滅の刃、無限列車編もね、行われてましたけれども、そういうのはですね、きちんと10分前に確かにアナウンスが入ってました。ただ、えー、私くしが見る予定の、あの頃の、えー、入場の案内がなかったんですよ。で、私焦って、あれこれ5分、結構もしかして掃除が押してるのかなとか思いつつ、えー、5分前に見て、実際多分、 受付に行ったのが4分ぐらい前だったと思うんですね、開演の。で、それで聞いて中入っていいですかと。あ、いいですよ、と。ただちょっと映画の本編の放送まではちょっと時間がありますよって言われつつ、まあ、もうとりあえず中行きました。でですね、えー、とりあえず中入っても3、4分前ですよ、実際。開園、チケットに書いてる時間の前で。で、行ったんですけど、お部屋、誰も人がいません。 もしかしてまだ準備中かなと思いつつも、けども時間の中はとりあえず座っとこうと席に座りました、えー。結論言いますと、その時間、私しかいませんでした。これ本当に、えー。多分150人、100人ちょっと、150ぐらい座れる席で、ポツンと私が真ん中の端っこの、一列目。あの、三密ところじゃないです。ほんと、過疎の過疎。 うちの地元の村よりか本当密度が狭いくらい、本当寂しい世界でした。まあ、ある意味じゃ、その、大部屋を貸し切ったと言いますか、一人、市場会みたいな感じになって、ある意味じゃ、贅沢な空間になったかもしれません。とはいえ、ちゃんと1900円払っております。開拓スクラブの個室3時間分ぐらい、違う、6時間パックぐらいなるんでしょうかね。いや,いやまあ、そんな寂しい中で、 まあ、ひと、私一人のためだけにこう、英語を、ね、まあ、流してくださって本当ありがとうございますって言いたいんですけども、これってほか、まあ、ある、よくあることなんでしょうかね。で、結局ですね、観客が私だけということで、で、私もともと実を言うとですね、本当に、本当に、お手洗いが近いんですよ。すぐ、お花摘み行っちゃうわけですよ。で、今日、しかも、よりによってですね、あのー、日中ですね、あのー、 サントリーの特茶を2本分ぐらい飲んでですね、ただですらトイレが近いのに、あのー、利尿効果がある、えー、お茶を500、えー、茶岩に1リッター近く飲んで、ね、お手洗いが近い。 その割には体重が落ちない。ね。まあ、そんな中で、まあ、結局お手洗いが近いもので、えー、なんと私、あの、映画中2回お手洗いにも行きました。もう半分なんか自分のプライベートルームが抜け出すとか、こういう夜中のこう職場でこう一人残業してるような感じでもう、ゆるたーっともう、ね、あの、人目を気にせずお手洗いに普通に行きました。 あの前回の2019年の水曜どうでしたの時も一回ですね、あのお手洗い行ったんですけれども、その時はほぼ満席で、あのトイレ行くのが本当にね、恥ずかしくて。 んですけども今回は気兼ねなく生きて、まあ、そこは嬉しかったかなと全然密じゃない寂しいむしろ寂しすぎてでしかもあのー、この映画まあそのねさっき言ってポ入ったら1人しかいなかったで周り見ても誰もいないで本当にまずそもそも日当たるも間違えたんじゃないのと本当疑って不安になりましたまあ、けどちゃんといあこの番号だということでしたのでまあ、座ってみたんですけど開演時間になってもずっと 15分ぐらい。あの、ね、映画の宣伝ばっかりしてて、もうだんだん不安になりますよね。本当にここあの頃流れるのなんか違うなんか鬼滅の刃とか、まあそれは流れたら流れたで嬉しいんですよ。ですけど違って、本当は違う部屋や人でしたって15分後にまた途中から割り込んで人がいっぱいいるとこにね、あの移動してくださいってなったら嫌だと思ったんですけども。まあちゃんとあの頃はが始まりました。 ね、でもう一つですね、まあ、お手洗いが近い話をしましたけどもまあそのね原因の一因がですね、えー、もう一つ、えー、ポップコーンですねあのまあ,あの映画館入ったんで、まあ、ちょっと口寂しくなるし、まあ、あ,のある程度ポップコーンだと水分もね口の中の水分を取ってくれてお手洗いも遠くなるんじゃないかなということでポップコーンのですねまああのそこに、えー、ありますけれども M セットですねポップコーンの M とセット えー、ドリンクの M サイズ。えー、それぞれですね。えー、買いました。まあ、680円で、まあ、お得じゃないか。ちょっと小腹を満たすために買おうと思いまして、えー、まあ、買ったらいいだろうと。買いました。もうびっくりこきました。でかいポップコーンが。あのー、まあ、私の体よりかさすがにちっちゃいんですけれども、えー、想像してた3倍のポップコーンで、これ、ど、一人で全部食べきれるのかなと。 で、しかも塩味でほんと喉が乾く。で、送検美茶私頼みました。もうお茶やめとけ。ね。言うんですけど、あの、コカ・コーラとかだとまたすぐ喉乾くし、逆に、ね、それはそれで喉乾いたという地獄もあり、トイレも近いという地獄もあり、ね、厳しいんですけれども、まあ、とりあえずポップコーンがでかすぎて、で、送検美茶買ったもんですが、どんどんね、トイレも近くなりますし、まあ、ポップコーンもほんとね、 量が多くて、こう、食べきれなかったら、どうやって持って帰ろう。あの、リュックサックありますけど、袋ないから、こんままね、<laughs> ポップコーン持ったまま駐車場まで歩きたくないよとか思いつつも、まあ、最終的にはですね、なんと映画の途中で、全部食べてしまったというね、えー、とんでもない大食感でございますけれども、まあ、余談ですけど、こう、感動し、 するとですね、人は涙が流れて、ポップコーンね、塩分欲しくなって、ポップコーンの消費量が増えるというのは、林修の初見学でやってた記憶がございますけれども。ねえ、まあ、ちょっとポップコーンはびっくりしましたし、何よりその、ポツンと一人だけで、ねえ、こう、映画見てるというのはなんかちょっと不安もありましたし、まあ、気楽でもありましたし、はたから見たらこれあれですよ。もう、あの頃はの映画よりも、 一人でポツンとおっきい体しながらもね、シアタールームで一人立たすむ私の不審な姿を見る方がある意味じゃ面白いのかなというふうには感じてますけどもね。まああの一人でこう本当急に思い立ったが吉日で入った映画館。まあ結構面白いね、経験と思い出をさせていただきました。 まあ、それではですね、いろいろと映画と、そして感想をです、ね、映画館のエピソードなどを語ってきましたが、え最後にまあ、まとめということでございますけれども、まあ今回のこの映画を見て、まずですね、えー、こう何か本当自分の好きなものに打ち込めるということ、そしてこう元気をね、与えてくださる存在がまああるということは、かなり尊いこと、こうありがたいことなんだなというのを感じました。まあ今回はそのアイドル、 でしたけれどもね、いろんな、こう、好きなものとかね、あのす、好きなこと、元気を与えてくれる存在、ペットだってそうですしね、いろいろ、例えば、絵を描くことが好きだとか、そういう打ち込めることがあるっていうことは、もうかなり人生豊かにしますし、それがあるだけでもかなり、えー、もうありがたいことだ、大事にしなきゃいけないなということは、えー、まあ、月並みながら感じました。<laughs> そしてですね、まあ、この映画の中でも出てくるんですけれども、人生ってほんといつでも最高。 ま、いつでもピーク。まあ、これが一番幸せですし、まあ、そういう気持ちでですね、前向きに、あの、頃は良かったなーだけで終わらずに、ね、今も楽しいし、これからも楽しみなんだ。楽しんでいこうという、そういう気持ちの持ちようがですね、えー、大事かなということを、えー、感じさせていただきました。そして今回も私自身、まあ、映画というのは普段本当に興味がなくて、映画館行くことなかったんですけども、 まあ、ふとしたきっかけで、この映画に行くと、あ、これ映画ってやっぱ面白いですし、こう自分の行ったことない、ね、世界、まあこの年になっても、いくつになっても、まあね、いろんな新しいことに出会い、挑戦するということは、 結構ね、視野を広くしますし、面白いことかなと思いました。まあ過去にですね、あのクイーンのボヘミアン・ラブソティも、あ映画見たいなと思いつつも、やっぱりちょっと映画ちょっと興味ないなとか、まだまた行かなくて海でいい,いいだろうということで、まあ見に行かなかったんですけれども、今思うと言っておけば、 また楽しさがあったのかなということで、まあ、後悔したというのもありまして、今回、ま、若干もちろん、あの、映画、行くのに勇気いりましたけれども、まあ、ハロープロという話題、ね、好きな、ま、おしめモデルということで、えー、興味、勇気を出して、興味を持ってね、ちょっとの興味でも挑戦したことが非常に、今回楽しい思い出、ほんとこの、今日という日が、あの頃は、まさになるような、そういう、ま、良い経験ができたなということは、素直に思っております。で、やっぱりこのハロープロジェクト、にこうね、 魅了される。ハロープロはやっぱいいなと思いました。この、まあ、一つ、ハロープロというのは特にこう、卒業とかあって、どんどん今23年、24年目にこうね、ハモーニング娘。とかね、なっていますけれども、その、どんどん新しい代に聞き継がれていく。ですね。その、少女から大人になっているところを応援もしますし、そして新しい世代バトンタッチ。もう、ラブマシーンとか、プッチモニとか、現役時代を知らない、今のメンバーたちが、今もそのね、 当時の曲を歌ってくださってる、この尊さ、これ本当大事ですね。あの、502台、3台で応援してますよって、長く愛される存在であるいうこと、このハロープロジェクト本当に、そこはもう負けない、なかなか勝てないんですね。えー、まあ時間と、このバトンパスというところ、 があるというのはかなりな強みだと思っております。ということでですね、まあ、あくまでも私の今回の感想ですし、まあ特にその映画は私詳しく本当ないですから、的外れなこととか、逆にありきたりなことばっかりし,しか申し上げてないかもしれません。まあ、極端なところ、まあどの映画もそうですけれども、まあデハロープロジェクトもそうですけれども、最終的には、 一度、この映画館とかですね、現場で、こう見ていただければなというふうに思います。そして、こうみな、ね、それぞれ皆さんの感想とか、楽しみ方で楽しんでいただければ、実際それでいいんじゃないのというふうに思っております。大変ですね、あっさりでございますけれども、まあ、今回ですね、えー、あの頃はということで、えー、映画、 えー、あくまでも簡単なご紹介でさせていただきました。まあ、いろんなエンターテインメントがありますので、それぞれ楽しみまして、人生豊かに過ごしていきましょう。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければ、いいねボタン、そして、チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。えー、もちろん、はい、ハロプロの話題、これからもですね、結構、えー、紹介していく予定ではございますので、どうか、長い、お付き合い、よろしくお願いいたします。 それではまた今日も推しのために働きましょう